こんにちは、サドチンです。今回もですね、トイパークマサミヤに来ています。10円ゲームバイキングです。運が良ければ10円で大当たりになると、100円から20円分のお買い物券が出てきます。でルールとしては、3回発射して10点以上ならば景品がもらえます。10回やってきます。100円分、懐かしいですよね、このタイプ。今ないですからね。走った、行きまーす。これ遊園地でもありますよね。でいっ、今脱水って言われた。お、5ポイント、分かった、やり方。あと1回いきますよ、ここらへん。いけるはずれ。それでは2回目でいっ、もう6。あー、ちょっと待って、ここ、さあレトロゲーム3回目。3ポイント、お、3ポイント。さあ今合計6ポイント。2か6当てたい。お、6、慣れてきたね。いや、うわ、1112、厳しい。2当てよう、外れ。残り4ポイント、合計8点。これ難しくないですか、これ。あ、そうなんですよ。なるほど。でもアドバイスもらいました。最初ね、あえて低い点数がいいらしいです。じゃあここ2狙いましょう。はい。5いっちゃった。5、3、1、1。残り4点。よし。2分の1ぐらいあるね。来た。来た来た来た。いやあ、さあ何ポイントなのか。残、20円。けん、面白い。残り5回、でもだいぶ慣れてきましたね。残り4回、100円チャレンジ、行ったところを2ポイント、いいね。アドバイス通り低い点数、1、2、3、4、5、1を狙えばいいのかな。1来たよ、来たよ。次、9、8、7、9、8、7、来た。おお、すげえ、アドバイス通り。さあ何ポイントなのか。さあ20円。面白い。さああと3回ですね、アドバイス通りにやっていきましょう。ということでね、サドチンさんは10回やって2回当て、40ポイントゲットできました。よし、それではね、やった面勝負いきます。今日の運勢は、20円。珍しいですね。珍しい、バイキングすごいぞ。これは100円超えるんじゃない、外れ。これで今ね、6個なんですよ。はい、というわけでね、100円分こう10円ゲームやって、見てください、2、4、6個、6個のやった面ということは40円分ね、まあ遊べたので、今回は勝ちで終わりました。ぜひね、皆さんも見かけたらやってみてはいかがでしょう。もうやった面マンになってます、ね。というわけで以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。